あんたね、教室のど真ん中で何言うつもり。あのね、あんた私を停学にさせたいの？戻っていいわよ。ちゃんと私のことはごまかしときなさい。あんたね、どういうつもりよ。なんで私を貶めるような。いいじゃない、たまにはそういうのも。冗談で済まなくなったらどうすんのよ。別に不快。とにかく次んなこと言っ。死にたいの？20分かけてちぎれる寸前まで首絞めたげようか？うん？もう何も言わなくていいからおとなしく席に。何か言った？男だったよ。強がってなんかないっての、ほんと。殴り合った後さ、二人でツレションしたよ。男だってバレた後、あいつえへへって照れたように笑ってた。悪いやつじゃないね。うん、いやまあほんと、世の中には強い男がいるもんだね。うん、うん。なんせ男同士の少しだけ。あれ、僕の席。
何でしょうか。今日はいつもよりも人が多いようですけど。それじゃあ贅沢言います。です2食パンをお願いします。1つのパンの中にクリームとチョコが入ってるんで、それは不思議なパンなんです。なんだよ。なんだ、岡崎か。ふん、お前がのんきにしすぎなんじゃないの。逆さ、その痛みで起きることができたのさ。サンキューマイフレンド、フロムニューヨーク。あれだよ、あれ。お前知らなかったのか。練習の告知から生徒の間ではあれの噂で持ちきりだったんだ。何？ならお前には分かるのか？よく見てくれ。タツタじゃないんだ。リュウタなんだ。リュウタという名前の人が考案した未知の具だという線が今んところ濃厚だが、実際どうだかな。謎が謎を呼ぶぜ。よし、協力して。ありがとうございます。大丈夫？怖いところです、勾配って。ごちそうさま。とても美味しかったです。あ
もしかして口の端に何かついてますか？じゃあ何を見てるんでしょうか？はい、はい、落ち込んでないのに励まされると落ち込みます。そんなの変です。強要されても。そんなこともう岡崎さん一人でしてく、そんなことないです。岡崎さん、背だからたくさん女の子寄ってきて私なんか押しのけられて、真に受けないでください。そうですね。予定まで20分ほどあります。はい、しましょう。はい、5月から活動開始ということでとてもキリがいいです。できました。そんなことないです。そう言われましても、そんなこと、そうですね、あれば可愛いと思う。私が岡崎さん。
私も得意な科目じゃない中学生の時、自画像一生懸命描いたのに、先生に美味しそうなカレーライスですねって。カレーライスとキャッチャン、私は福神漬けまでついてるって言われました。私、部長です。何書けばいいですか？何でしょう。違います。それだったら、ものすごく可愛いです。できました。すごく団子大家族です。団子大家族は大家族なんです。だからたくさんいるんです。はい。ことなんて関係ないです。可愛いものはいつ見たって可愛いはずです。そうなんでしょうか。私の中では今も可愛いんですけど。言われました。最悪だって。そうなんですか。複雑な気分です。どこに行くんですか？はい。元気ないの誰のせいすかね。あんただ、お前だ、貴様だ、ミーだ。なるか、アホ。チッ、初日に食って食えなかったやつに自慢したかったのに。
な抜けがけしてたらあんた命ねえよ。キュッミー、食い物の恨みはそれだけ恐ろしいってことさ。そりゃお前が新商品を食ったかどうかによるな。なんだ、食ってないのかよ。チッ、なら今回は許しておいてやるよ。ま、命は大切にな。ああ、食いたかった。これですか？これは大好き。やりたいんです。放っておいてください。それか、痛くないで、念のため巻いてるだけです。
はい。痛くなかったです。返してください。ダメです、もうダメです。一回握手しました。握手はたくさんするもんじゃないです。配達シュート決めてないです。痛くなかった。返してください。はい。返してください。誰もいなかった。でも手を休めてる暇なんてないんです。違います。自分で してました。ですね。それは岡崎さんに話すようなことではないです。違います。岡崎さんはいい人です。そうです、私岡崎さんを巻き込んじゃっています。岡崎さんの貴重な時間を無駄にさせちゃっています。
団子大家族売ってますでしょうか。はい、はい。うですから、なくって当団子大家族なんてみんなもう欲しくない。これはあれだろ、ほら。そう、団子大家族だ。懐かしいね。これはどうねえ。そうか、なら私も手伝わせてくれないかい。智也くんの友達ならそうしてあげたい。話をするきっかけにもなるかもしれないからね。
ういうのは得意なんだ。本当に大家族です。私も仲間に入れてもらいたいです。呼ばれてたんです。自画像の話です。お互い災難でしたね。はい、そうですよね。いつもいつだって不器用で、そうやってからかわれたりすることが多かったです。それは今気づいたら一人でした。掃除まだ終わってないのに中庭に迷惑です。岡崎さんに分かりました。泣きそうになったら呼びます。でも呼ばないようにできるだけ頑張ります。はい、ですか？では頑張っていても呼ぶことがあるかもしれません。そんなことしちゃってもいいですか？
渚、そろそろ戻れよ。おお、コスモ斎藤じゃねえか。あら、大宇宙太郎さん。岡崎さんです。お父さん、お母さん。ああ、そんなチンケな名前のやつだったな。また遊びにいらっしゃったんですか。男なら力ずくで奪っていきやがれ。と言っても渡さんがな。キヨさん、誰もそんな話してないですよ。おっと、早とちりか。すまねえ。岡崎さん、うちに上がっていってください。そうだそうだ、こんなところでこそこそと愛人のように会ってんじゃねえ。どうですか、それとも親御さんが心配されます。そっか、帰れ帰れ。そうですか、残念ですね。また明日来てくださいね。はい。ちっ、俺に言ったんじゃねえのか。て、年下に呼び捨てにされて素で返事してる俺って何なんだ。てめえ、今度から秋夫様と呼べ。まあまあ、秋夫さん。秋夫様だっつーの。はいはい、秋夫様。おやすみなさいです、岡崎さん。Thank you.